今回紹介するのは「子どもが聞いてくれる話し方と子どもが話してくれる聞き方たいという本ですかなり冷静になれた子どもが混乱しているときこの子のために何がしてあげられるだろうと考えますどうしても何か力になりたいという思いから手や口を出してしまっていましたこの本を読んで 子供の気持ちを整理して確認する、そして待つという対応にシフトしていきました本当にただ気持ちを代弁するだけで驚くほど子どもが自分で気持ちを解決していくのに感動しました例えば「急にもうやだ僕なんかダメなんだ今すぐ帰りたい」と混乱しながら泣き出した子に「どうしたの何かあったんだね」 そんなに嫌なことがあったのかと言うと、うん、もう嫌なの。帰りたい。というので、そっか、帰って落ち着きたいんだね。と言うと、今日、学校で友達にキモいって言われた。と、自分から理由を教えてくれました。そんなこと言われたら、悲しいよね。私もまるまるがそんなこと言われたって思ったら、 ショックだなと言ったらしばらく黙っていたのですが5分後くらいにはケロッとして元気に遊びに行きました。今まではどうしたのどうしたのと聞き出そうとしたりこうすればよかったのにとか何かしたから相手も言ったんじゃないなんて言ってしまいがちでした。この本の方法を実践しだしてから 子供は自分でで問題を解決できる。ただ子どもに必要なのは気持ちを分かってあげることと気持ちの整理をちょっとだけ手伝うことと子どもを信頼できるようになりましたそれがずいぶん私にも子どもにも助けになっていると思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。